召使い武器持ち武器90レベル手草検討しようで無凸テンプレベル666一応組むことができました。じゃあちょっといろいろ検証していきたいんですけど、まず生物ね、砂上4が合うんじゃないかっていうコメントがあったんだよね。でね、めっちゃ合うと思うんだけど、どうだろう。銃撃当たったら通常攻撃の速度 10% 上がって、通常銃撃落下にダメオフ40入るっていう生物です。まあ、一応ね、通常攻撃の速度上がって嬉しい。アヤトとかもいけるんだけど、まあ、銃撃使うのちょっとめんどくさくて。でも召使いはマーク回収して命の契約手に入れるのに銃撃絶対使わなきゃいけないから、これ自然に発動できると思うねんな。砂上4召使いめっちゃありだと思うんだけど、どうだろう。無駄な動きがない。攻撃速度上げて通常攻撃バフ入れるのに銃撃使うのめんどくさいんだけど、召使いはねマーク回収するのに銃撃使おうから、コンボの中に銃撃が入ってくるんだよ。でかい。砂上を試してみようか。星4武器やってほしい。うん。白映像も後で見せよう。砂上をつけますか。砂上4セット召使い合うと思うねんな。42.3。44.1。34.2。あ、炎バフねー。冠攻撃しかねー。攻撃冠どうなんだ。いや、これ会心か、やばくないか。大丈夫かな。76、ああ、でも意外といける。率76、ダメ166。多乗4です。行ってみましょう。マークつけるやろ。で、銃撃使うやろ。ここで攻撃速度上がる。気持ちよくなれない。盾のせいで。ナイスナイス。ベレットが飛ばす。ここより登る。タッチン。マークつける。銃撃で回収。いや、強くね。いやまあ、いや、そう、そうね、攻撃速度 10% 上がるのは嬉しいけど、うん、砂上4セット目使いはありだけど、ヒットストップが結局あるから、縦で遅くなったってことはね。だからまあ攻撃速度の恩恵がちょっと少なくはある。遣唐使4じゃなくて砂上4揃ってたわって人が、召使いのために砂上4掘るのはなし。放浪者と召使い2人分まとめちゃおうっていうのはありかもね。感じかな。くらえ、よいしょ。全力攻撃、コカ奥義、この剣は分かっ、マークつけて回収して。ダメージやばいな、やっぱり。いや、速度の上昇も感じる。冒険だ、冒険。天理チョーク。みんなは俺が。行くよ。月のように永遠の。キャックでマーク回収して。いや。いや、ほら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 。攻撃早いもん、明らかに。銃撃切っても。うん、砂上4セットはあり。だけど。まあ、揃ってる人用かな。わざわざ召使いのために掘るもんじゃない。ローテーションしっかり考えて使ってくれ。あ、先にスキル使って爆発使うべきやったね。細か。別にいいだろ。天道万象。まあまあまあ、でもそれはそう。みんなは俺がスキル使ってから爆発だね。落ちるがよ。でも最適なローテーションってパーティーちょっと変えたら変わるからな。この剣はわかるかい？ここか。今のとこ完璧か。だいぶ上手くなってきた。ういー。じゃあちょっといろいろ変えてみますか。じゃあ私の予想してた召使いは武器白影装が合うんじゃないかって言ってたんですけど、多分めっちゃ合います。2100いくんよな、攻撃力。白影装で攻撃力2100いくから、いや、ちょっと、しかも似合うんだよね、これ。白影装召使いの強さちょっと試してみよう。じゃあ剣闘士4に戻して、え、いろいろ試すって言ったよな。一回でも白影装で行くから、じゃあ一旦剣闘士に戻すわ。あ、でも攻撃力2000いくわ。白影装でも攻撃力2000いきます。今ちょっと気になってるのは熟知特化型召使い、砂上4持たせて、ちょっと金メッキとか、あ、熟知に厚く持った召使いどうなるかは気になってる。蒸発がどれぐらい起こるかみたいなね。雷剣はもうやる前から弱いって分かって、弱いってかそんなには噛み合わないって分かってるからいい。雷剣はそもそもそんな強くないし、手数多くないとダメだし、あんまおすすめできないし、初心者の人に。天道、ここにあり。
雷霆は完結放浪者ぐらい手数多くて、あの手数多くないとそもそも発動確率満たせないんだよ。いや月のようにちょっと微妙いと思う。権限強くね。いや回収して、どう白映像、白映像召使いどう、素で1万ぐらい出るよ。強くね。全力攻撃だ。攻撃力上げれば多分完璧だ。いやマークつけて回収して、死ぬ死ぬ死ぬ。ここより登る。スキルつけて回収して2万いくんだよな。どう白映像召使い、全然ありだね。みんながそばに。いや。さゆるか。雨描きが。やれてるな。なんならこれが普通の私が予想してたぐらいの強さの召使いだわ。この1万8000ぐらいザクザク出す召使いが私の想像だったわ、星5武器で。全然戦えるな。戦えるし十分じゃない火力。3万出とるが、まあちょっと命の契約の場所もあるんだろうけど、火力十分すぎる。天道ここにある。はい強いです。これミスカイ全力攻撃。奥義サイ。この岩シールドは勝利で飛ばせる。難攻不落。2体まで飛ばせるな。くらえ。マーク回収して2万5000、3万2000、3万。白映像ですよこれ、星3ですよ。やっぱ合うな。みんながそばにいて天理チョーク。やっぱ召使い白映像だよ、貫く。噛み合ってるわ。ベネットで攻撃力3400いくしな。弱点がね、リツダメキレイ、通常バフ乗る。弱点がなさすぎる。やっぱ白映像でした。え、ちょっと変えてみる？死闘のやり？あ、いいよ、全然死闘のやりでも。じゃあ、同じ条件でやりたいから、じゃあ、パーティー一緒で武器だけ変えようか。死闘は相性いいと思う。ただ、回心率ちょっと増えてね。効果はまあ、ほぼないようなもんではある。まあ、攻撃力上がる、24% 上がる効果は嬉しいけど。死闘合うなデザイン的には。死闘合うな、回心率めっちゃ上がるわ。いや。カマ。カマ微妙いな。違和感やべえ。死闘になんか生えてんの違和感やべえ。まあ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 。剣女盤石。剣女盤石。みんなは俺が。さゆるか。この剣は落ちるだろう。却下する。よいしょ。さてやめて、さてやめて。いや。せい。と。あ、マーク回収してなかった。何してんの私。おお、めっちゃ火力出る。あ、死闘いいな、めっちゃいいわ。天道ここにあり。死闘のやり最高かもしれん。みんながそばに。あんま変わんないのか、じゃあ期待値的に。なんか7万出るけど、なんか超強いんだけど。死闘のやり強くね。死闘いいな。攻撃力の差がある。いや、え、どうなんだろう、白影層と死闘だったら白影の方がちょっと強いぐらいだったと思ったけど、やっぱあれか、回心率 13.4% の差がちょっと出てんのかな。まあ、ちょっと多分期待値的にほぼ一緒なぐらいだと思うから、まあ、白影層でも全然いいけど、死闘を持ってる人は死闘でもいいというか、死闘の方がちょっといいぐらいかなぐらいなんかな。ゴマ気になります。ゴマは強いに決まってるけどな。回心率冠でひたすらここの秘境を募集解消。ゴマ飯使いいきます。まあアタッカー用の武器なら基本何でも合うからね。天理チョーク。隕石落として、難攻不落。この岩の盾がほんまにうざいから、これを飛ばす。雨描きがたし権限回収。とおお、8番出んねんけど。とせい。燃えろ。まあ、さすがゴマパワーだな。ここより登る。マーク回収して。いや、いや、ちょっこいつらがシールド張るせいでダメージ減るから、ちょっと測定しづらい。断山八九。さゆるか。さい。くらえ。みんなは俺が。
やっと。せい。ナイス。じゃあちょっと他に試してみたいビルドある？蒸発召使いがどこまでいけるか気になるね。テキサの杖、テキサの杖、金メッキ読んでいきますか。じゃあ蒸発反応を起こす召使いいきましょう。できました、金メッキ4で攻撃力低いけど、テキサの杖の効果で熟知の分攻撃力上がってきます。で熟知なんと519までいくわ。この召使いさて、じゃあちょっと熟知特化召使いいきます。剣与盤石、床脇を回さんとね、パシャパシャ歌よにしマークつけて回収して、なんかやっぱり床脇で蒸発起こってんな。どう、1万4000ダメージが3万になってるな。だいぶダメージ伸びてはいるけど、雨描きがたし左右月のように永遠なる。あー蒸発の火力やばいな。ありだな、ありではあるけど、関佐の杖精錬ランク5を使っててこれだとちょっと何とも言えん、妖怪ロサリアほどの噛み合いではない、花羽出ないんですけど、ちょっと助けてなんでなんで出ないの5つ揃えたいんだけどな。天道万象、なんか難攻不落、召使いの水炎の付着が多いから権限、召使いが、あでも6万3000出るね、やっぱ蒸発起こった時のパワーはえぐい。いやこれでいくなら落ちる、ゆくあき一人とかじゃダメだね。イエランとか、ゆくあきイエランとかにしたい。水キャラ二人入れるならありかな。ってなると、ってなってくると、まあフィヨルドとか田中槍はまあ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 ぐらいになりそうだな。ちょ変えるか、じゃあちょっと田中槍とかフィヨルドで巻いてみましょう。もうそれ往生やこ、いやまあ それはいいのよ、別にそれは召使いでもやれるかどうかが気になる。で田中槍フィヨルドは金メッキじゃなくていいです。金メッキはほんまに関さんの杖用だね。おい、剣闘士4田中槍です。おい、よく2000いきます、いつだめいい感じ。行ってみよう、左右ルート水元素ちゃんとつけて蒸発を起こしていきながら、みんながそばにマークつけて回収して、どう？あーいいダメージ出てるな。素のダメージは？いいダメージ出てるな。ここより登る。くらえ！みんなは俺が。いざ！行くわけで爆発切って。マーク回収して。いや。うん、田中よりもいいぞ。田中よりもいいな。でも何でもありだな。マジで何でもありなんだけど。いや田中がいけるならフィヨルドも当然ありなのよ。うん、だから、まあ、いやマジで武器何でもいい。武器マジで何でもいい。田中いけるならフィヨルドは持っていけるし、シトンもいけるし、白炎装もいけるし、アワ白炎もいけるし、ちょっと天空やり召使い気になるな。攻撃速度上がるでしょこれ。速っ。爆速攻撃速度召使いもやってみたいな。星釜試作本当に気になる。星釜試作はマジで微妙いんだよ。星釜試作はマジで微妙だな。弱いとは思わないし、召使いのパワーが高いからそれなりに使えるけど、本当に中途半端だから。原茶いらんからね、元素チャージ効率こいついらないのに原茶伸びてるから、いやマジで中途半端なの。だから多分動画にも載せないレベルではあるけど、使いはする。攻撃速度上げてます。どう攻撃速度召使い、あー楽しいな。月のように永遠なる。みんなは俺が難攻不落。天空槍もいけるかな。
ヒットスタップはあるよね。うん、このスピードでちょっと遅くはなってるもんな。天空槍やっぱありでしたね。天空槍召使いありって言ってたけど、やっぱありだな。ちょっと攻撃速度もっと極めてみたいな。神団長、急げ。準備は万端だ。ミカ、ミカ、ミカどこ？ミカどこ？え、ミカ、あ、いたいたいた、よしよし。槍とボルト、準備はできています。カズハ、カズハはもう強いに決まってるね。よし、ぼちぼち解説動画作らないといけんと思う。今日中の投稿が間に合わないからちょっと焦ってます。みんなそばにいてくれるわ。いざ。とりあえず攻撃速度特化召使いで遊んでみる。落ちるがよ。却下さ。凡庸だね。ちょ、さ。早いよ。早いけど縦、ま、縦マジでゴミだなここ。マジで縦本物。暗い。オッケー。あ、オッケー。やっと楽しくなりそう。これで神団長で粒子拾って、ミカで攻撃速度上げて、続きと行こう。召使いでマークつけて、ここより登る。で、攻撃力上げて。マーク回収。ヒットストップある？どう？爆速召使い、まあ、あるか。みんながそばに貫こう。落ちるがいい。落ちるがいい。マーク回収。却下す。あ、まあヒットストップあるな。攻撃速度ぶりはおもろいけどって感じ。いざ勝負。燃えろ。神団長のクーいいよね。貫こう。探索。うん、このスピードで本来攻撃できるはずなんだよ。やばい、人間やめてる。ただやっぱ敵に攻撃当たるとスピード遅くなるヒットストップがあって、それでなんかまあ、あ、多少はって感じだな。え、ちょっと気になってんのがさ、このモチーフ武器でさ、ゲージ伸びてる？めっちゃ検証したい、それが。え、みんなゲージの長さ覚えといて。命の契約の。私もスクショ取るわ。死闘の槍やった？もうやったやったやった。死闘の槍はやりました。強かったっす。だいたい全部合う。マーク4体につけて、権限全についてる？回収する。はい、この命の契約見る。この長さです。 で武器をシルエット以外に戻す、変える、何でもいい。着月のシルエットは命の契約を伸ばせるのか、それとも伸ばせていないのか。マークをつける。4体回収する。どう、これなんか伸びてる気がするな。比較画像こちら。これが灼月のシルエットありの召使いの命の契約の量です。で、これがシルエットなしの召使いの契約の量です。どっちも最大のはずです。結構違う？結構長さ違う？これだけか。どっちも通常攻撃当ててないから量は一緒のはずなんだよ。最大まで稼いでるんだよね、シルエットありとなしで。あ、結構違う。全然違うな、こうして見ると。やっぱモチーフ武器いるな。召使いガチパーティー。ターゲットは絞れた。螺旋行きますか、本気で一回。多分最強格のガチパーはこんな感じです。召使い、このバフ、あの攻撃力、ベネットで、イエランで水元素つけて、カズハで炎を拡散する感じ。多分これが最強か。いつダメもいい。この編成すぐ死んじゃう。いや、そうなんよな、それがちょっと怖いわ。回復手段が召使いの爆発しかないから。いや、結構召使いほんま油断したら死ぬ。危ないキャラだよ。それくらい回復できないってきついんよな。シールドはやられる前にやるわ。オッケー、いきますか。あ、攻撃力いいですね。ベネットでやって回収して、で、ゲラン当てて爆発して、マークつけて回収して、ひたすら殴る。ん？え、15万で？え、これが本気の召使い。え、武突だよ、こいつ。風の行く先を
聞かれてるんだろ。かかれ、捕まえた。でも分かってたけどね、こんな強いのは。もみ違う炎の拡散できる。権限よ、ちょっと。15万め召使い15万出ます。一つで通常攻撃でいかれてます。こいつ OP です。みんなは俺が守れ。せえ、そろそろ契約回収して。死ぬわ、体力やば。まあ一気に展開するんですけどね。いや、ちょっと主に逆らうか。お前お父様に逆らうんか。お前痛がっちゃいやん。捕まえた。マイルそっくらい。いや、カズハがえぐい。いや、まあそれはそう。召使い無凸で15番出てるし、イカれてるわこれ。いきます。ベネ、まずバックか。まずマーク、めっちゃバックつくね。炎拡散、イエランバック発、ベネットで攻撃力上げてマーク回収。いや、ちょっと炎フライムだけ生き残った。かかれ、うざすぎまじ。痛がっちゃいやよ。オッケー。で次炎スライムかな。炎スライム生えてくる。カズハで引っこ抜く。それ爆発で回復する。ここより登る。全力攻撃。風を回収して。すごいな、炎トリックフラワーに4万ダメージ出るなんて。かかれ、いいよ。イエラン、つける、爆発スキル、カズハで吸い込む、ベネット爆発、カズハ炎拡散、レメシ使いスキル、マーク回収、10万、11万9000、12万、最強か。プータオの一突と同じぐらい強い。いや、もっと上ちゃう？通常攻撃ペチペチで10万バンバン出るし、その通常攻撃の範囲広いんよね。結構真横にいる敵にも当たる。召使い、いいとよ。マジでやばい。はっはっ、全力攻撃。マークつけて回収して、避けないよ私も。はい、あ、回復できないから避けなきゃまずいか。月のように永遠の。よいしょ、燃えろ。炎を拡散して、イキランのエネルギー貯めて。どの芽が出るかしら。もみ違う。ベネットが先に使うつもりだったんだけど、まあ。いや、死ぬ。やっぱ回復爆発に限られるの気づけないですな。捕まえた。シールドはあった方がいいか。ベネットで攻撃力上げて、バーマークつけて爆発で回収。ここ前回貫こう。うん、いいね。はい、本気で召使い使ったらこんな感じです。めちゃくちゃ強いんじゃないでしょうか。最強ですね。あ、シュブレーズパーティーやってなかった、これね。追加のトレーニングといこう。シュブレーズは HP マシマシにして、 HP マシマシだったらもう賞味なんでもいいや。もうシュブレズの HP がマシマシだと炎と雷キャラのね攻撃力が 40% 上がって、でしかも炎耐性雷耐性下げれて風キャラいらんくてみたいなことができます。あとシュブレズが貫突してたら炎バフ雷バフ 60% っていうイカレポンチができるかな。一番お手軽かもしれん。なんならシュブレズパーティー一番お手軽かもな。カフカ反応を起こした後にちゃんと弾丸使うことが大事。さて行ってみよう。まずカフカ反応を起こします。これでマックスきりゃいいんじゃない。カフカ起こす。これで弾丸回収する。これで OK だよね。みんながそばに。あと暴れるだけです。月のように永遠の。よっ、権限。マーク回収して。どれぐらい火力出てる。あー強っ。通常攻撃で4万5000出るわ。うっすの落ちるがよ。でベネット入れて、まあ、カフカも気持ちで起こして。キャラ変えれんのいいな。召使い、いや、ここより登る。権限、安定感やば。一番使いやすいかもしんない。うん、カフカパーティーいいな。
使いやすいわマジで。でまあここの雷はフィッシェルでも北斗でもライデンでもいいと思います。いいなぁ。はい、じゃあちょっと解説動画頑張って作ります。まあ今日中の投稿頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは